こんにちは、水瀬美香です。今週は私がライターになったきっかけをお話ししたいと思います。私昔、19年くらい前、ちょうど打ち始めたぐらいの時からレースクイーンをやったんですけど、まあ一旦やめて、で、またちょっとバイト感覚でレースクイーンやキャンギャルやったんですね。その時に、まあなんていうんですか、よくジャンバリでもジャンバリエンジェルみたいなありますよね。いますよね、キャンギャルの子、ジャンバリ天使みたいな感じのキャンギャルのバイトをしてたんです。で、ホールのイベントにたまたま行っていて、その時にライターさん来店イベントも同時にやったんですね。で、控室がたまたまそのライターさんたちと同じで、